はい、どうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただき、ありがとうございます。ってことでね、本日もバドフィードさんの診断実況、やってきてます。よろしくお願いします。2次元、3次元、あなたが何次元の住人か当てます。お前まさかと。YouTuber って2次元っすかね。VTuber ってあるじゃないですか。今流行りの。あれって多分2次元だと思うんですよね。いや、なんか2.5次元とかそういうのは抜きにしてな。VTuber って YouTuber じゃないですか。多分な。ってことは、俺って2次元なんかな。やっていきましょうね。あ、でも、あとね、俺、あれなんですよ。あ、俺じゃない、Y。リアルの知人様に、靴ひもさんってなんか2次元の、アニメとかゲームとかに出てきそうですよねとかっていうふうに言われたことがあって。で、その、キャラがね、俺2のキャラが出てくるアニメ見たら、結構キャラ強くてさ、俺ってこんな風に思われてんのかいと思ったね。ちょっと作品名申し上げませんけれどもな。それでは診断します。次の、下の質問に答えてください。性格を一言で言うと、優しい、真面目、明るい、冷静、のんびり、天然。俺って天然って言ってるやつ多分天然じゃないよな。どうしようかな。まあ、冷静にしよう。ワイってあんま感情の起伏ないんすよ。冷静靴ひもな。休日は何時に起きる？昼。え？何時に起きるだな？何時間寝るじゃなくて。昼過ぎ、昼過ぎ、これこれ。これや。あ、爪の形は？皆さん、爪の形はどれですか？わいはですね。わい、ここだけの話なんですけど、足の小指の爪？マジで形が意味不明なことになってるんですよ。なんか、乾いた米粒みたいな感じ。それはともかくとして、手の爪の形は普通だね。普通。わいね、身長の割に手ちっちゃいんですね。ミニハンド。普通。反抗期は長くて、皆さん、反抗期はありましたか？わいはですね、ありませんでしたね。反抗期はなかった。二次元。あなたは二次元の住人です。素敵な学園生活を送ったり、悪魔を倒したり、さらに声優によって声が当てられています。ああ、なるほどね。今の日本になってるという、あ、確かにそうだな。ってことは、ワイはこの、喋ってるお姉さんじゃなくて、このクマさんの方だな。このクマさん。なかなか可愛いな、このイラストよ。ってことで、二次元靴ひもからお送りしました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。では。